この動画を最後まで見ていただけることで、体幹のリズム、速い曲になった時も体幹のリズムの鍛え方っていうのがですね、分かってきます。ですんで、ぜひ最後までご覧ください。おう、ご覧ください。目指せジャムセッション。目指していきましょう。目指していきましょう。この動画は初心者の方々がジャムセッションを目指す動画となっております。ぜひ最後までご覧ください。ご覧くださいませ。今日はですね、 There is no greater love、 リズムの週ですね。リズムトレーニングの週です。今日はですね、体幹のリズムを鍛えます。どういう風にするかと言いますとですね、こっち側で三角を書きます。前回同様ですね、ダランダンドリロリロリュルルで、こっち側二拍子 There is no greater love than one you bring to me っていうのを同時にやります。 There is no greater love than one you bring to me。 これも最初の4小節で大丈夫なんでですね、数字で言うと1 2 3 1 2 3 1 2 3ですね。で、今日はですね、交互にいきます。今右で三角を描いたんで、今度は自分の左、右左逆。 There is no greater love than what you bring to me みたいな、まあここら辺ぐらいまでで大丈夫です。数字で言うと Da 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 1 2 3 1 2 3 1 2 3となりますね。これでですね、体幹のリズムっていうのがものすごく鍛えられるんでですね、ぜひトライしてみてください。今日はトランペットは使いません。それでは行ってみよう。行ってみよう。画鋲に刺さった。反対。
でしょうか。おう、よかったろ。だからあれやな、メトロノームにカチッときちっと合わすっていうタイプの練習っていうのもまあええかもしれんけど、そういう体幹リズムの練習っていうのはすごい必須になるな。いいそうなんですよね。その体幹のリズムを鍛えるっていうことは、何もメトロノームで直起死に吹くっていうカチッカチッって吹くっていうんじゃなくてですね、こういうタイプの体幹のトレーニング、とても大事になります。これは本当に1日1分隙間時間とかにですね、信号待ちしてる時とかですね、ちょっとした隙間時間にですねやってると、ものすごいリズムが強くなります。体幹のリズムですね、鬼のリズマーになれるな。ぜひ隙間時間にでもやってみてください。おう、ボーカルの人にもおすすめですね。ボーカルの人におすすめやな。めっちゃいい練習やで。そんなわけでぜひ練習してみてください。今日の動画良かったねと思っていただける方はどうかいいねボタン、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。わしからもよろしくお願いします。あとコメントに見ましたと書いておいてください。見ました、非常に喜びますので。それでは最後までご視聴ありがとうございました。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 8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 3, 74, 75, 76, 77, 78,